リコーダーとランドセル始まるよ。ここはテストに出るからよく復習しとくように。この時の作者の気持ちは主人公いつづかに対しての感情の変化をよく表している表現技法で。厚みと日常。飲み物は何にする？やっぱり牛乳？やっぱりって言われてるほど背は伸びないよ。家での食事もカルシウム中心だったのに。そうなの？だって何の効果もなかったもん。それでも飲むんだ。へえ、弟って小学生なんだ。厚みの弟なら可愛いだろうね。そんなことないよ。生意気なの？生意気というか。ただいま。姉ちゃんおかえり。一緒にゲームやろう。大きさが可愛くない。ちょっと待て。買い物に行かなきゃ。アツシも手伝ってよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ご来店のお子様にただいまお菓子をサービス中です。お、はい、お嬢ちゃん。ありがとう。僕にもちょうだい。大人の方はちょっと、まあまあ、お菓子ももらえないし、背が高くていいことなんかなんもないよ。もっと普通の子でいたかった。望んでも身長伸びない人もいるんだぞ。それに姉ちゃんは今のアツシでよかったと思ってる。姉ちゃん、一番上の小麦粉取って。姉ちゃん、買い物にはいつも僕連れてくよね。これからも頼むよ。